今日は合コンでモテる時計5本紹介していきます。続いて4本目ですね。コルムのアドミラルズカップです。こんな感じで独特な十二角形のケースに国際海洋信号機のインデックスですね。まあその数字の旗っていうのがそのまま時計のインデックスとして使われています。実際には国旗じゃないんですけども、国旗に見えるっていうところですかね。合コンでは話のきっかけにさえなればいいので、旅行好きな女性なんかと盛り上がってみてください。最後の5本目です。ロレックスのデイトナですね。合コンにおいてデイトナにかなう時計はないんじゃないでしょうか。有名な YouTuber さんがつけてたりネタにしてたりしてて、高くてかっこいい時計としてだいぶ認知されているようです。あとはご存知の通りリセールバリューにも優れているので、高級時計をつけているのにもかかわらずデイトナを選ぶ堅実さを汲み取って、この人となら安心して将来を考えられるわって思う方もいるかもしれません。それではまた次回の動画でお会いしましょう。